ロビン・ホルコムは、アバンギャルド・ジャズ、クラシック音楽、及びフォーク・ミュージックを組み合わせた音楽を演奏する、アメリカのシンガー・ソングライターにしてピアニスト。ニューヨーク・タイムズ・ガは、彼女の音楽を、カントリー・ロック、ミニマリズム、南北戦争の歌、バプテストの賛美歌、アパラチア・ミンヨー、チャールズ・アイブズの、ポリトーナル・ミュージックといった多くのジャンルの隙間から、生まれた。 新しいアメリカのリージョナリズムである。結果として得られる音楽は、シェイカーのキルトと同じくらいエレガントで、シンプルで、さほど美しいものではないと表現した。いろいろな音楽の接中的な作品群を作り出しているにもかかわらず、彼女はジャンルマッシュを意図的にしようとしてはいないと言っている。それは空気中にあるものだからこそ起こるものです。私はサンビーカのようなハーモニーに、 幾度も惹かれていきました。子供の頃は南北戦争の歌に魅了されていました。それらのことを呼び戻しているのでしょう。彼女は自分のスタイルをミニマリストではないミニマリズム。私は詩を書くとき、まずたくさんのものを呼び起こし、そこから受け取り手に点をつなげさせるみたいに、彼ら自身の経験に関連づけるように言葉の数を最小限にしていくのです。それは、 音楽でも同じですと説明している。ホルコムはニューヨークでプロとしての演奏を始めた。彼女の将来の夫となるウェイン・ホービッツ、そしてジョン・ゾーン、エディオット・シャープ、そして友人・チャド・ボーンだと組んでいた。その時期の彼女の作品は1988年のアルバムラークス・ゼイ・クレイジーに記録されている。その後のアルバムでは さらに作曲に焦点を当てるようになっていった。ありがとうございます。